トワイアンとワイアンは、チェコ出身のシュルレアリスム画家、芸術家。1902年9月21日、スミーチョフに生まれ、1980年11月9日、パリで亡くなった。1920年代から1930年代にかけて、プラハにおける前衛芸術及びシュルレアリスム運動の中心で活動した。チェコが、 ナチスドイツの支配下に組み入れられた1940年代は、作品の発表を中断することを余儀なくされたものの、創作は続けた。第二次世界大戦後はチェコに成立した、ソ連の衛星国家の抑圧的な体制から逃れて、パリへ移住した。戦後、実存主義が知的流行になり、シュルレアリスム運動における、ブルトンの求心性が失われていく中も、彼の理想主義に追随した。 トワイアンは本名をマリエアンナ・ジェルミー・ノバーと言い、トワイアンはフランス語で市民を意味する言葉、シュトワイアンから作った偽名である。これは本名に現れる女性性を拒否するためなどと言われている。トワイアンとタイケ、1925年撮影。シティルスキート・トワイアン、1929年撮影。シティルスキート、 トワイアンと映画監督のジョセフ・アントニーン・ハーシャ。マリエ・チェルミーノ・バーは、1919年から1920年まで、プラハの応用を美術高等学校で学んだ。1922年の夏、後に生涯にわたって、信仰を結ぶことになる画家のインジ・シュティルスキーと、ダルマチア諸島のコルチュラ地までであった。トワイアンは、シュティルスキーと、さらに彼の友人のレモと。 非常に親しくなり、3人で小説家のカレル・タイゲやヤロズラ・フサイフェルトラが創設したプラハの若き前衛芸術家のサークルデビート・スイールに参加した。1923年にデビート・スイールが企画した現代芸術のバーザールと呼ばれる共同作品展にシュティルスキーと共に出品した。この頃からドワイアンというフランス語で市民を意味する言葉、 シトワイアンから作った名前を名乗るようになる。トワイアンの初期の作品群は、ピュリスムの考えを取り入れたキュビズムに基づいて制作されていたが、異国趣味的な題材による未熟な絵であったため、トワイアン自身の手により破棄された。プラハ時代のトワイアンは、講師にわたって、シュティルスキーと密接な関係を結び、いつも一緒に行動していたので、デビートスイルの仲間などから、あったかも、 シュティルスキーとの双子のように見なされていた。二人の関係は、チャペック兄弟やピカソとブラック、ゾフィーとハンスアルプのような、戦艦器王州にしばしば見られた芸術家同士が非常に近しい関係を築き、その上で創作するという関係の一つであった。シュティルスキーは1920年代前半に両親を相次いで亡くすと、受け継いだ辞書を売って、教職の仕事と過去と決別し、 トワイアンと二人でパリにしばらく滞在するための資金に充てた。入社役プカを講師としてパリは名声を求める当時のチェコの若い芸術家が目指す国際都市であった。1925年にトワイアンとシティルスキーはパリへと旅立ち、いわゆるボヘミアンの一員となった。二人は後の助長的抽象の多くの要素を先取りした新しい様式を創出し、 人工主義アルタフィシャライズムと名付けた。しかしながら、古いにかけられ、タバコの煙で満たされた半日にどっぷり使った、脆い蜘蛛の巣たちは、構造の表面に不規則に分配された、生々しく重苦しいドロドロしたものになってしまった。このパリ滞在中に、トワイアント・シティルスキーは、パリシュルレアリスムグループの人々と交流を深めた。二人の共同企画展はギャルリーババンで行われた。 フィリップ・スー・ポーが企画展のカタログの序文を書いた。トワイアンは1929年にプラハへ戻り、シュティルスキーが始めた雑誌、性的無双史上でエロティックでおかしみのある素書きを発表する。1932年には、シュティルスキーがレッド史上でチェコ語に翻訳したサドのジュスティーヌあるいは美徳の不幸に総画を描いた。1934年に、 詩人のビーチェスラフネズバルとカレル・タイゲ、トワイアンとシティルスキーは、プラハ・シュルレアリスムグループを結成した。1935年3月27日から29日に、アンドレ・ブルトンとポール・エリュアールがプラハを訪問した、折には、同グループはこれを熱烈に歓迎した。同年5月に、トワイアンは、カナリア諸島のテネリフェージまで開かれた、シュルレアリスム国際絵画展に参加した。 1938年、シュティルスキーとトとワイアンは合同展覧会を開いた際に共同モノグラフを発表した。論文中のテクストにはネズバルとタイゲが署名をしている。1939年にチェコスロバキアがドイツによる侵攻を受け、その支配下に組み入れられると、とワイアンは大っぴらに活動することを避けて活動の舞台を地下に移した。ナチスはシルレアリスムを 大敗芸術の次に禁止する可能性があったためである。何年もの間、外部に発表はしないながらも制作を続け、射撃と題したリトグラフの連作を制作した。また、トワイアンは、ユダヤ系の詩人インジヒハイズレルを自分のフラットにかくまい、彼の1940年の詩、10回の上に静かに放尿するピシャピシャという、 乾いた音だけがのためのエロティックなイラストや、同じくハイズレルのシ、戦争よ、ウセチマえ、に添えた一連の素描を制作した。シティルスキーは1942年に亡くなる。戦後の1945年、トワイアンは新しい古典を開く。トワイアンは、ハンスターリン主義者であったため、チェコに社会主義共和国が成立する見込みになると移住を決意した。左から、 トワイアン、ハイズレル、タイゲ。1940年撮影。トワイアンは、1947年に、インジヒ・ハイズレルと共に、パリへ逃れ、ブルトンらのグループと合流した。ドニズルネの画廊で個展を開いた。この時のカタログには、ブルトンが序文を寄稿した。パリでは、シュルレアリストのミーティングに欠かさず出席した。ミーティングは、大抵。 パリのどこかのカフェで行われたが、ラドバン・イブシクの回想によると、トワイアンはいつも6時に出席して、ほとんどの場合、自分の意見を主張するよりも聞き手に回っていた。ブルトンが亡くなるとトワイアンは集会の時に比較的、積極的に意見を述べるようになった。彼女が繰り返し主張していたのは、ロマン主義に回帰することの必要性であった。イブシクによるとそれは、 身体性を忘却せぬこと、また、私的探求へと向かう、性的側面の重要性を忘却せぬことを意味していたという。1960年代には編集者のフランソワ・ディディオのために2冊のリー・イコール・オブジェを構想する。1970年代には、ピエール・プシュモールが作ったマントナン集団の観光物を、ラドバン・イブシク、ジョルジュ・ゴールド・フェイン、アニール・ブランラと共同制作する。 クシュモールは、トワイアンのことを、シュルレアリスムの中で最もロマンティックな人物であったと評している。トワイアンの墓は、パリのバティニョル墓地の第二区画にある。トワイアンの死亡通知書の表面には、ジュエム、エイパーソスクマページブランシュエデボニューベルトと書かれている。ありがとうございます。